恩師の方と出会ってから、うん、まあ、そのトレーニングパートナーとして、まあ、一緒にトレーニングやるんですけど、じゃ結構レベルの高いものを当時教えてもらえてたという、はい、そうですね、もう本当プロの選手にが一緒にやって、皆さんこんにちは、トゥビーストロングアスリートナビゲーターの田中大輝です。さあ、この動画ではトップアスリートのジュニア試合についてご本人の経験や感じてきたことなどたっぷりとインタビューしてまいります。早速今回お話をしていただくトップアスリートをご紹介しましょう。こちらの方です。元プロサッカー選手で現在 YouTube 活動してます那須大輔です。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。さあ、那須さん、前回はですね、はい、まあ、横浜から鹿児島に移り住んだ時のお話、僕初めて教えてもらったんですけども、はいはい、そこで、まあ、運命的な出会いがあって、はい、一気に J リーグに駆け上がっていくことができたという話だったんですけど、はい、幼少期の練習、はい、まあ、3年生からクラブチーム、スポーツ少年で入ったということなんですけど、はい、どういう練習してたなって今思い出しますか？そうですね、まあ、本当小学生時代とかは、はい、あの本当ただこうサッカー楽しい、うん、っていうところなので、練習特にこのポジションに準じた練習をしてたとかじゃないですし、はいはい、普通にクラブチームの練習を普通にして楽しいっていうゲーム形式でやったりとか、はいはい、あのクラブが提示する練習内容を普通にやってたのが小学生時代、うんうんうん、なるほど、なるほど、はい、で中学校になって、中学校1年生はまだそんなにこう練習の形っていうのも分かんなくて、うん、あとまあその当時の時代もあるんですけど、はい、ボールあの投げることしかできなくて先輩に何も言えないっていう、なるほどなるほど、はい、お前ちょっと基本手伝いよって言われて、はいはい、僕ずっとボール投げてるだけっていう、実践練習あんまりできないっていう、できないっていう感じだったんですけど、まあその恩師の方と中学校2年生の終わりぐらいですかね、うん、出会ってから、うん、まあ、そのトレーニングパートナーとして、まあ、一緒にトレーニングやるんですけど、まあ、本当にあのフィジカルもその今でいうこうサーキットトレーニングみたいな、はい、のを一緒にこうやったり、あとその枠グリッド内でキープの練習とか、あと僕はそのディフェンダーとしてまあ先に進もうと思ったんで、もう1対1との練習とか、本当に何て言うんですか、スキルを磨く練習をさせてもらえた、一緒にさせてもらえたっていう、じゃあ結構レベルの高いものを当時教えてもらえてたという、はい、そうですね、もう本当プロの選手にが一緒にやってもおかしくないトレーニング内容みたいな、今考えると、それを中学生時代にあの教えてもらってたんですけど、もちろん叶わないですし、もうズタボロにメンタルもやられるわけなんで、もう何度も抜かれますし、あ、はい、でもなんかそういう気持ちの部分と、あとトレーニングの質っていうところを鍛えられたっていう、でその方がいなくなっても自分でこの練習をしっかり、この自分の強みを作る、ストロングポイントを作るっていう練習をしろって言われてたので、はい、それが1対1ヘディング、ロングフィード、それはもう絶対に磨かないといけない、ロングフィードも、はい、だから毎日これは欠かさずやってました、毎日毎日やってました、でもそこから中学校3年生の時は365日の中で多分いやないですけど7日ぐらいやってたんじゃないかっていうぐらい、はいはい、朝やって、部活出て、部活終わって社会人のサッカーに出て、最後走って帰る、中学、中学です、3年生の時です。朝って何時ですか？朝は大体7時とかにその隣町に行かないといけなかったんで、まあ、走って走ってとか、まあ、朝は送ってもらうこともあったんですけど、はい、でそれで、ボールを触って、で、まあ、基本練習とかして、で、学校行って、はい、で部活があって、はい、で部活の練習して、その後に、社会人のサッカーが近くであったので一緒に混ぜてもらって、社会人のサッカーを1時間半とか大人に混じって、でそこで、最後に走って帰るっていう、はい、その時に親父にこうライト照らしてもらってっていうのが結構それルーティンです。その時のモチベーションって原動力なんですか？ですね、僕原動力は、中2の夏にその県選抜の選考会があったんです、はい、鹿児島県県選抜、はい、その選考会の前に骨折しちゃったんです、剥離骨折を、2ヶ月ぐらいですかね、
でそれで、選考会の2週間前ぐらいに復帰したんですけど、やっぱりもう全く間に合わず、はい、間に合わずアピールもできず、で同じ中学校のもう一人いるんですけど、その同じ中学校の一人があの県選抜になったんですよ。へえ。その子は九州選抜まで行ったんですけど。すごいですね。はい。だからもうあの花形、もう田舎のサッカーチーム、うん、中学校地元人みんな知ってるみたいな。みんな知ってるっていう、はい、もうみんなプロ行くだろう、はい、あの鹿児島実業行くだろうみたいな、あのトレーニングパートナー実は2人いたんです。僕とその子だったんです。その2人が、その恩師の方で、でもその子もトレーニングパートナーっていうか、まあその恩師の方にもうズタボロにやられるわけなんですよ。でポジションはどこだったの？ポジションは、ウィングです。ウィングなんですね。だから足がすごく速くて、はいはいはい、11秒台、100m、はいはい、で、ドリブルも長けてて、もう本当すごい上手い選手。でもその子がこうやっぱトレーニングパートナーで、その恩師の方にズタズタにやられちゃう。そこでその子はトレーニングパートナーが外れるんですよ。もうきつくなって、きつくなって気持ち面が持たなくて、はいはい、でそこで外れるのがちょっとここがまた分岐点っていうか、自分はもう食らいついていた。僕はもう食らいついて、もうあのへばりついてじゃないですけど、でそこからずっと一緒にやらせてもらってっていうので、で本当一緒にやってたのが全くやらなくなっちゃって。なるほど、はい、で部活が中学3年の夏ですか、はい、夏に終わって、で鹿児島実業がその後あの進学が決まるわけなんですよ。でその進学のきっかけもその九州選抜の子なんですよ。そうなんですね。その子を見に来て、で僕が身長高くて、はあのちょっとまあ蹴れてっていうので、まあそのじゃあちょっと取っとくかぐらいの言い方、あの合ってるか分かんないですけど、金魚の糞的な、要は特営ではなかった。そうです、特営じゃないです。抱き合わせ的な。そうです。彼も行くんです。彼はもう特待です。特待で、特待で行くっていう形だったんで。でもそういうことって今でもありそうですよね。ありそうですね、本当に。地元の強豪校に行くには、はい、そうですね、2人一緒に行くっていう、はい、まあ中学部活が終わって夏からの半年間、もうとにかくここで僕差を一気に縮めようと思ったんです。休んでる間に、休んでる間に。だからその半年間は本当にもう四六時中サッカーと向き合って、まあ部活がなかったんで、その部活の時間をその総合グラウンドみたいなのが近くにあったんで、はい、そこで練習ずっとして、うん、その後また社会人行ってっていうルーティンをずっと繰り返してて、そこで鹿児島実業に進むっていう感じなんですけど、そのメンタルの部分もやっぱり中高生って大事かなと思うんですけど、その辺で今振り返ってみるとどうでした？そうですね、なんか振り返るとメンタル的に多分きついことの方が多かったと思うんですよ、うん、僕はそのやっぱ恩師の方もそうですし、はい、同級生の九州選抜の選手にもすごい圧倒的な差を見せつけられて、メンタル的には結構こうなんかズダズダにされるというか、優越感に浸るようなことなかったんですか？なかったです、一回もなかったと思うんですけど、でもそうなりながらも練習して少しずつ差がちょっと縮まっていく感じが、はいはい、日が経つごとに分かってくるんですよ。フィジカルとか、フィジカルとかランニングとかですか？そうです。で最終的に例えば今パッと思い出したんですけど、そのトレーニングパートナーで恩師の方が1対1でそのまだ九州選抜の子が一緒にやってた時、僕とその子と恩師の方、はい、で1対1の練習したんですよ。である時に僕がその九州選抜の子を全部止めちゃったんですよ。へー。そこでそういえばその子いなくなっちゃったんですよ。もう持たなくなっちゃって。なるほどなるほど、心折れたんですね。心折れて、それで一緒にこう練習しなくなって、僕だけはその方とずっと、はい、くっついてっていう感じでやらせてもらったんですけど、だからそういうなんかメンタル面じゃないですけど、うまくいかないことが多分今の自分には必要なんだっていう。なるほど。食らいつくという、はい、頭っていうより体感レベルで分かってたみたいな。なるほどね、はい、やっぱりその、壁とかよく言われると思うんですけど、はい、そういう苦しいことがどういう意味かっていうのが、この本当に体感の中で自分が欲してたというか、なるほど、ね、必要だったっていうのを多分その当時から理解してた感じはしますね。じゃあもう苦しい時、悔しい時ではバッジョの映像を見て。そうです、バッジョの映像もそうですし、ワールドカップで、はい、PK 外してこう、はい、上をこう仰いで、浮かしたですね、はい、シーンとかこう見たり、なんかこう怪我とかたくさんいろいろ乗り越えて、本も読んだりとか、はい、バッジョの自伝支えられましたか？支えられました。ポジション違いますよね。
そうです、全くプレースタイルも全く違うんですけどファンタジスタ、まあ、本当にミッドフィルダーの花形っていうところなんですけど、やっぱりそのロベルト・バッチョのその生き方というか、やっぱり大きな怪我を乗り越えて、もうあそこまでスーパースターになっても、でもこういろんなそのワールドカップでも、国を背負っていく中でやっぱ決勝で PK 外して、その後にも怪我とまたこう怪我をして、それを乗り越えてっていうの、なんかその人間模様というか、あんだけのスターだったらなんかきらびやかにずっといるのかなと思ったら、本当苦しいことを乗り越えてこの人は今のその立ち位置にいるんだ。なるほどなるほど。のを幼少期っていうか、まあ子供ながらに思って、こんな強く生きたいというか、はい、いい意味だから苦しいとか好きなんですね。そうです ね、はい、今もそうだと思いますけど。そうだと思うんですけど、はい、食事面とかは小中高どういうことを意識してました？はい、それだけ四六時中サッカーやってて、はい、もうとにかく栄養とかじゃなくて、もうとにかく食べる量、はい、量を食べるっていうのが昔からよく食べてたので、まあ、親にはだいぶ苦労かけたと思うんですけど、定食屋とか外食ちょっとたまに行くと、はい、まあ、蕎麦屋さんとかだったら蕎麦、カツ丼、うどんみたいな3つ主食が3つ、はい、っていうのが普通だったですし、とにかく食べるっていう、量を食べる、量を食べるっていうね、親もそれそうにこう用意してくれましたし、だからそこをなんか体作りで食べないとっていうので、はい、今そのサッカー教室とかクリニックとかやった時にこう食事面はどういうのがいいですよっていうふうに言うようにしてますか？はい、まあでもバランスよく食べるのが絶対的にいいと思うんですけど、まあでも幼少期で体を作るとかいう意味では量的な部分も含めて、やっぱりそれはしっかりと炭水化物も含めてエネルギー源とタンパク質をしっかりバランスよく取るっていうのは、まあそっちの方が絶対いいと思います。いやでもYouTube で拝見させていただいてますけど、あんまりその恩師の話、はい、その中学校の時のトレーニングパートナーだった話とか初めて聞いたんで、はい、恩師さんにまた会いに行かれました？いや会いに行ってないです、まあ、サッカー関係で働いてるので、しかもプロチームに。なるほど、はい、あ、じゃあ J1 もいましたし、 J の組織の中にいらっしゃる、組織の中にいます、はい、もうめちゃくちゃ気になりましたよね、その恩師の方の存在がね、はい、ただまあその恩師によって生まれた人生の一つでもあるということですよね。はい、さあ次回はですね、家の中とか家の周りとかで子どもたちがトレーニングできる実演もちょっと教えていただければと思います。はい、さあ皆さんチャンネル登録もよろしくお願いします。感想をコメントでいただければと思います。それではまた次回の動画でお会いしましょう。那さんどうもありがとうございました。ありがとうございました。